こんにちは、CRS 大阪まっちゃんです。お願いします。お願いします。今日はちょっとオイルの CRS のオリジナルオイルですね、はい、紹介していきたいと思います。はい、お願いします。はい、お願いします。一応オイルメーカーちょっとパワークラスターっていうメーカーのオイルなんですけど、はい、まあ、これもこのオイルもちょっと調合がいろいろできるというメーカーのオイルで、はい、もちろんこれ内用でハイエースにあったように配合して作ってくれてます、はいはい、でもちろんディーゼル用ガソリン用あるんですけど、まあ、どちらも同じような感じなんですけど、はい、特にディーゼルの方はエンジンオイル交換してすぐ分かってもらえると思うんですけど、エンジン音がかなり静かになると。あ、これを交換するだけ、はい、そうですね、オイルだけで全然エンジン音が違うと、はいはい、結構皆さん言ってくれます。へえ。もちろん走りも変わりますし、はい、まあ、燃費も上がると。うーん、ただやっぱ入れたら全然走り違うって言ってみんなめちゃめちゃ喜んでくれます。あ、そうなんですね、はい、なんで1回入れた人はもうこれ以外のオイルは入れないです、みんな。へえ。今までうちワコーズも取り扱いあるんですけど、今までワコーズ入れてた方がこのパワークラスターに変えたらもう次からはもうワコーズもう絶対入れへん、こっち入れる。それほどちゃうんですね。全然違うって言ってます。で、まあ、ガソリン用もちょっとガソリン車はね、もともとエンジン音静かなんで、うん、そこはちょっと音はあんまりちょっとわからないんですけど、まあ、ガソリン車も同じく燃費上がるし、はい、まあ、走りも全然違うということで、やっぱりガソリン車の方でも1回入れたらずっと入れてくれてます。あ、まあ、ガソリンよりディーゼルの方が分かりやすい。そうですね、やっぱ音があるっていうのが全然違うとこみたいですね。うん、でこれだいたいオイル交換ってだいたい5000キロに1回ぐらいなんですけど、はい、このオイル1万キロいけるんですよ。あ、倍ですか。倍いけるんです。で値段ちょっと高いなって思われるかもしれないんですけど、はい、まあ、かける2って思ってもらったらそこまで高くないです、うん、実は。ちなみにこれ値段っていくらするんですか。ですね、ガソリン用で17,500円。17,500円、これ税込み、税抜きです。税抜きで17,500円、はい、でディーゼルが21,000円。21,000円、はい、です。まあ、今度はその倍ってことはやっぱ、まあ、そうですよね。だいたい1回1万円ぐらいなので、ちょっと高いのは高いんですけど、まあ、それほど効果も出て燃費も良くなって、そうですね、もう走りも全然変わって、うん、まあ、乗ってて楽しいって言ってくれはるんで、うん、でエレメント変えたらさっきの値段にプラス2,000円。両方とも2,000円。両方とも同じですがかかってきます。そうですね、今これ一押しのオイルってことですか。一押しですね。で、まあ、ハイエースと別で軽自動車乗ってるお客さんとかもよういてはるんですけど、はい、こっちのガソリン用ですね、軽自動車に入れてはる人結構おるんですけど、はい、軽自動車やったら全然ちゃうと。やっぱめちゃめちゃ速い。あ、スピードがやっぱ出る。全然違うって言ってますね。パワー感が全然違うと言うてます。これちなみに僕もあの原付のゴリラ、はいはい、乗ってるんですけど、はい、一回それにこれどんなもんやろうと思ってちょっと入れてみたんですよ、うん、ちょっと高いですけど入れてみてました。もう帰り全然ちゃいましたね。やっぱスピードめちゃめちゃ出ます。スピードっていうよりもパワー感が全然ちゃうなと思って、めっちゃ軽なったっていう感じです。これあのバイク原付やだけど。あ、そうなんですか。それほど変わってくるんですね。全然違いましたね。なので、まあ、排気量低い車とかの方が、うん、まあ、このオイルの効果は分かりやすい。はいはいはい、そう。これちなみに硬さってガソリン用どれぐらいするんですか。硬さガソリン用が書いてるように2.5の50。 2.5 の50、はい、でディーゼルが7.5の55です。あ、なんでめっちゃ硬いんじゃんって思うかもしれないですけど、はい、実際はそんなそこまでめちゃめちゃ硬くないんですよ。あ、そういう、まあ、添加剤やったりとか、うん、まあ、いいもん混ざってるんでめっちゃ硬くは設定されてるけど、そこまで硬いオイル入れてるっていう感じはないです。そういうことですね、はい、これまあハイエース以外にも全然まあ入れれるってことですもんね。そうですね、ハイエース以外でもいけます、ガソリン、ディーゼルで。一応、まあ、ベースはハイエース用として作ってもらってるんですけど、
ハイエースじゃないガソリンの軽自動車に入れても全然違うって言ってもらえるんで、はい、別に車種は問わず、はい、ただ排気量大きい車とかやったらちょっと感じれるかどうかっていうのはちょっと分かんないです。あ、なんだ、まあ、はい、仮に2リッターとかそこら辺ぐらいしたら、そうですね、そんぐらいやったらいけると思う。3.5 とかその3リッターとかってなってきたらちょっと感じにくいのかもしれないですね。ただそれがディーゼル車やったら静かになるから感じれるとは思うんですけど、はい、そうですね。で、このオイルさっき説明したらよかったんですけど、はい、オイル自体の中身でそのエンジン内部に膜を張ってくれるっていうようなものも入ってて、はい、うん、それが2回に1回でも大丈夫なんです。なのでちょっとオイルこれ高すぎるから1回はこれ入れる、パワークラスター入れるけど、はい、次のオイル交換はワコーズ入れて、もう1回またその次の時にワコーズじゃないパワークラスター入れて、なので2回に1回でも全然効果は続くそうです。あ、そうなんですね、はい、そうです。でちょっと高すぎるなって思う方は交互に入れていってもらってもいいですし、でも仮にそれね、普通のワコーズのオイルやったら5000キロに1回、そうですね、でパワークラスターやったら、まあ、1万キロなんで1回やから、そうです、そんなにそんなめちゃめちゃ差はないんでですよね、まあ、ハイエース自体リッターもまあまあ入りますしね。そうなんですよ。で、まあまあでもほぼほぼみんながもう毎回入れてます。そうなんですね、はい、まあ、これはもう今一押しのオイルってことで、そうですね、もうね、まあ、信じにくいとは思うんですけど、うん、ただやっぱちょっと騙されたと思って入れてくださいよって言って入れた人はもうずっとこれです。あ、はい、それ皆さん一回騙されて、そうですね、もう騙されたと思って一回入れてみてもらったらこの差は多分分かってもらえると思うんで、そういうことですね、はい、ぜひぜひお願いします。はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。